ウィルちゃん、ご両親とはどんな感じなの？ああ、ぼちぼちよ。しょっちゅうアトリエを見に来たがって困ってるのよね。おやおや、またいる師匠がいるぞ。師匠ってここで暮らしてるんでしたっけ？違うわよ。ギリスのとぼけた顔を見るのは息抜きにちょうどいいの。なんかさらりとひどいこと言われた。ミルちゃんたら。お二人とも仲がいいんですね。うんうん、親友って憧れちゃうな。まあ頼れる友達は大事にすることね。これ師匠からのアドバイス。師匠、そういえば詳しいこと聞きそびれてたけど、二人ってイルちゃんの弟子なんだよね。わ、笑われた。え、イル師匠の弟子じゃダメなんですか？逆だよ逆。イルちゃんの弟子ならきっとすごい錬金術師になるだろうなって。当然よ。なんて言ったって今をときめく超一流の大天才錬金術師の弟子なんだから。肩書きだけ聞くととんでもないですね。ご期待に添えるように頑張ります。ええ、少なくともフィリスみたいに依頼を間違えるポンコツ錬金術師にはなっちゃダメよ。依頼を間違える？どういうことですか？昔、私たち一緒にアトリエをやってたのよ。その時、この子が爆弾と火薬をね。依頼の間違いより二人が一緒にアトリエをやってたことの方がびっくりなんですけど。うん、初耳で驚いた。どうして今は別々に？それは、大人の都合だから。秘密。ほら、リリースー、入れるの手伝いなさい。まさか師匠だけにやらせるつもりじゃないわよね。まさか。今行きます。イルちゃん。師匠、わかりやすいわね。フィリスとのことでしょ？はい。二人が一緒にやってたアトリエを辞めちゃった理由、どうしても気になって。別に大した話じゃないわ。あの子が旅好きなのは知ってるわよね。でも昔からの夢だったからとか。そう、あの子にとって旅は昔からの夢。それこそ子供の頃からの。一緒にアトリエをやってた時もたまにね、外を見つめて寂しそうな顔をすることがあった。だからまた旅に出るよう勧めたの。ただそれだけよ。なるほど。それで今は別々に。そういうこと。私の目標は旅じゃなくてアトリエを営むことだったからね。フィリスから旅を奪うのは鳥から翼を奪うようなもの。私は全然気にしてないわ。
だから二人も以後詮索しないように。いいわね、師匠からの命令よ。はい、お話ありがとうございました。二人にそんな過去が。もっと詳しい話を調べてみれば面白いことが。スー、あたしの全力で灰にされたいのかしら。嘘です、ごめんなさい。まったく。まああたしと違ってあの子は思いっきり気にしてるみたいなのが心配なんだけどね。さあ行こう。だいぶ評判が上がったみたいね。そろそろ受験を認めてもいいかも。どうする、ランクアップ試験受けてみる？わかった、じゃあ試験課題を発表するわね。最近の雷雨で都中のお花がしおれちゃってね、かわいそうだから少しでも元気にしてあげたいの。錬金術で作った栄養剤なら効果も抜群だろうし、どう？できそうかしら。はい、多分問題ないと思います。お花が元気になるよう気持ちを込めて作ってきますね。目的地は気の向くままに。
ろお化け、みんな言われろ。どっからどう見ても神だね。子供の頃から馴染み深い。しないかな。もし聞くなら、私助けてあげたい人がいるんだ。スーちゃんが誰に使おうとしてるかはよくわかるけど、やめておいた方がいいと思う。時にはね、放っておいた方が優しさになることもあるんだよ。そっか、不毛の大地に花が咲くことはないんだね。
スーちゃん会心の一品、キラーレベルアップ。なんだっけ、触媒。なんだっけ、どんな触媒入れればいいかな。さて、行き先
触媒入れればいい。なんだっけ。触媒。さて、どいつから調合してやろうか。これでレッツ調合。これはこの辺。これ。お、いいんじゃない？行き先は。